どうもピオキングです。今日はこの講師やっていきます。とその前に一ついいですか。私ピオキング、チャンネル登録者16万人突破しました。ありがとうございます。いや、ここまで来れたのはね、僕の才能と僕の根性と僕の努力ですかね。全部自分だけいやいや、本当に皆さんのおかげです。いつもありがとう。で、今日のトロールコースはトロールピンクコインズリードユーとダイ。ピンクコインはあなたを死なせるために案内しますということですね。で、このサムネ、僕の動画で一番再生されてる2年前に出した超ハイクオリティトロールコースっていうのがあるんですよ。それとそっくりなんだよね。もしそうだったらとんでもなく鬼畜なコースだと思う。まあやりながら喋っていくわ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.8%。で、何が鬼畜かって言ったら、ピンクコインって集めたら鍵ドアに入ってゴールみたいな感じじゃん。それが3周ぐらいさせられるんだよね。マジであのコースどうかしてると思うよ。ありがとう、キャプテン。ギャリワク、クリマッチョ。もしその2年前の動画に興味があったら、ぜひ見ていかないでいいです。全く面白いねえから、僕の実況が。通してください。ちょっとおとなしくなるわ。もし3周するんだったら、こんなテンションで続くわけがないのよ。まあ、いつもさ、おとなしくなるとか言ってるじゃん。でもさ、それで一回もおとなしくなったことないと思うんだよね。だから今日はガチでおとなしくなっていきたいと思いますよ。カインケ、この枠は何なんで？ちょうどマリオが入るところにいるけど、このコインを叩いてこの枠の場所にいれば大丈夫。見た、この回避能力。さあ、ここで中間ポイント取りの、ここからピンクコイン開始っていう感じか。いや、やっぱ似てんな。そのね、2年前のコースもこんな感じだったんだよね。作りが全く一緒っていうわけじゃないけど、ほぼ似てる。じゃあ一番上の土管から行きます。土管じゃない、ではね。はい、どうもこんにちは。Fスイッチ踏んでいいのけ。一旦踏んでピーちゃんしてみようか。ピーちゃん見せた。次は絶対にピーちゃんを成功して見せるぜ、この茶色が。右のブロック、私は鉄球だと見て。何もない。このリフトは落ちるやつかい？落ちるやつでもないね。じゃあこいつを叩いていこうか。普通にキノコがもらいましたけど。なんだい、あなたはそんな顔で見てくるね。そんな目をしたいのは僕の方なんだよ。左の50コイン取っていいと思う。取った瞬間僕が右に逃げる。あ、何もない。出てくるのが遅いんだよ。で、こっからどうすればいいと思ったら鉄球が出てくれましたと。さあ、オンオフをしてどうなる。え、こっちにバブル来ないのか。え、なんか今日ヌルヌルのヌルゲーなんじゃないの。あ、また鉄球を襲われると思いましたけど、ここでピンクコインは取れない。こっちで取るっていう感じかな。だからっていうかさ、そろそろバグコースを見たい方いるんじゃないかな。いや、安心して、僕ね、バグコースっぽいやつ何個かダウンロードはしてるんだけど、出し惜しみしてるだけだから。で、下のやつは右を見てんだ。どうしよう、こいつパラシュート生えてる。生えてないな。はっ、え、これ飛んでる。はっ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 。最後は自分でジャンプしろってか、この鬼畜制作者。で、申し訳ないんだけど、バグが好きな方に言いたい。基本的にバグコースっていうのは少ないからな。なんでかって言ったら、制作者がバグコースを投稿して任天堂に見つかってしまうと、そのアカウントが削除されてマリオメーカー2が遊べなくなってしまうんだよな。だからそういうリスクがあるから。だだだだだ、僕が削除されてしまうよ。そもそもね、バグ制作者っていうのが少ないんですよ。バグトロールを作ってるやつなんてね、頭がイカれてるやつしかいると思えないで。散々世話になるまくってボコボコ言ったら。で、このコースは X でもらったんだけど、その X でもらった人の弟さんが作ったコースみたいだよ。弟ちゃん見てる。次は上から2つ目のドア入っていきます。いや、これ本当に3周あったらめちゃめちゃきついな。ピンクコイン4枚集めるみたいな感じだけど、実質12枚集める形じゃん。じゃあこれ取っちゃっていい？いや、右のブラパワイ、上のクリボーがなんか腹立つ。そういや、最近こんなリプがあったんだけど、僕の動画をラジオ感覚とか勉強しながら見てますみたいな。いや、よく見れるよね。衣装やしーとか言っちゃったらさ、その回答欄に衣装やしーとか書いちゃわない？キノコ様。でもさ、衣装やしって歴史でいいかもしんないね。14,084年、衣装やしの乱が起きたって回答欄に書いてていいよ。さあ、このパックンどうやって抜けるんだい。上のハテナブロックを叩いてすぐ左に逃げようか。これで大丈夫。あっ、花に当たるところだったぜ。そんな花に何か当たるかよ。このハテナブロックは何だい。成敗されてないでござるよ。雲はいけない。じゃあこのメットを蹴って下に行こうか。何が起きてるの。あ、これでピンコイン回収ってことか。で、このハテナブロックはバス。うまっ、見
た今の回避能力。僕今日回避能力マックスかもしんない。多分カンストしてるね。さあこのハテナを叩いて何もしない。実はね、最近ガチで悩んでることがあって、実況迷子になってるんですよ。何を喋ればいいかなみたいな、なんかね常にそんなこと思っちゃって、ドクルマンとか毎回同じことしか言えなくなってるのよ。でもそれでいいわね。僕が真面目に喋ったところで美容器具つまんないとか言われちゃいそうだから、意味わかんないぐらいの方がちょうどいいんだと思いますよ。さあこの右役の緩和者誰だい、君は、君の名前は何て言うんだい。僕が名前をつけてあげよう。ファイヤークッパクラウンからケンタッキーフライドチキンだ。最後だ。なになにこれ、え、これ。あ、降りるって降りるんだ、あっちに行ったって行けっちゅうことね。はいはい、乗せろケンタッキーフライトチキン。なんか最近さ、どんどん実況からねかけ離れてるような気がするんだよな。大丈夫、まあ大丈夫か、多分いつもとそんな変わんないでしょ。さあここでリンクのトリード、うわどうしよう、これ一旦上行ってみる。上行って右に行ってもブラパは倒せないよな。だからこのハテナを叩く必要がある。こいつはなんだ、メッテル、カポン名人失格だぜ。カポンしたいときにできないなんてよ。じゃあブラパン上にやりの、これでゴールなんじゃないかな。ゴールっていうかピンコインを回収できるんじゃない。オッケーオッケー、これ一個一個短いのがいいね。さあ次に進もうか。僕はね、みんなの動画を見るセンスを少しずつ疑ってきてますよ。ケンタッキーフライドチキンとかいうやつの動画を見て何が楽しいんだ。みんなの脳もバグってきてるんじゃないですか。めちゃめちゃ言ってる。いやこのキノコ様取れちゃったよ。左のこの何 J っていうやつは JK か、ルイ・ヴィトンよりすごいブランドじゃねえか。なになに、鉄球好きだなこの制作者本当に。じゃあこのカラのコーラ、うわどうする、これ抜けていくことできるんだけど、このハテナ怪しいよね。なんだそれは、意味わかんねえ、トークはいいからちゃんと実況しろ。しっかりコースのことだけを喋りながらやっていくんだ。無機物好きだな本当に。無機物愛好家ライセンス持ってんじゃないこの人。じゃあリンクを取りの上にはわざわざ行けないっていうか行けない。うわーここのキノコどうする、取っていいと思う、僕が取るで。キノコさーまー、いやあれ取れる。じゃあ真面目に実況やっていきます。ここのハテナブロックを叩くと、ここにキノコが出てきます。でこのキノコを取ってつららを抜けていきます。でハテナブロックを叩くと鉄球が出てきます。でこの音符は叩いても特に何もならない。で右の荒ぶってる息アップを取っても特に何もならない。で右上の鍵を取れっていうことかな。ここ足場ある、あ足場あるね。はい終わり。なんかうずしかし弟さんいいコース作りますね。単調ですごく進みやすい、さらには難易度も結構高いからなかなか楽しいでござるよ。じゃあ右に行けってことだよな。上行ってみる。上は隠しブロックかってことは、この上行かなくていいんじゃない。ブロックがあるから戻れないもんな。ということはこの鍵なんか出てくる、やっぱりそうだよな、そうだよな。さあこれで、あ終わりか。じゃあ次の場所行こう。さあラストの土下行こうかって言いたいんだけど、2年前の動画と一緒だったらこれで終わんないんだよな。マジで3週ぐらいあったからさ、これはコインか。っていうかさ、ただ落としてくるだけの敵って面白くない？あんな単純なのにね、魚とか意外と面白いもんね。さあここは右に逃げろっていうことは分かった。でこの上から、上行けないよ、この砲台はいなくなる、あっちだ。右の方でジャンプして左で逃げれば問題ないということですね。さあ進みましょうか。あのコイン取っていいのかい、一旦ジャンプしてみようか。ピンポン鳴らされてここで USA が出てくると、時間に猶予を持たせすぎなんでねえの。さあここでリンクをロおい邪魔なんだよクイカ、爆発しろ。なんだその強すぎる気は。よくもやってくれたなクイックルワイパーよ。だがもうそんなまねは引っかからねえぞ。左に投げておく。じゃあこれどっち、左の方叩いてみようか。こっちは鉄球で合ってるんじゃない、右はブラパですみたいな。うわあのマッチャトリック、もうあんなに縦パスされてるんだろうさ、これ取り切った。まあ僕は喋れんだ。もともとか、縦祭られてるってめちゃめちゃ言うの難しくない、縦祭られてる、縦祭られてる、縦祭られてる、絶対これ3回言える人いないだろ早口で。さあここらハテナブロックも叩いてみようか。魚キノコ、あ
超反射神経よかった。最後のボブヘイを壊しいの。右は何が出てくる。カラオちゃん乗っていいの。まあ乗る以外ないもんな。上のブロックは特に何もない。左のオープンを叩いてみようか。何もないってことはこの先行けばいいんじゃない。 Z って書いてる。 Z って何。まあいや普通にジャンプして、あー、全てのピンクコインが集まる時は近いぜ。どっかの声優さん風に言えば、全てのピンクコインが集まる時は近いぜ。やべえ、決めどっかの声優。ガチな話すると高校卒業した時ぐらいかな。マジで声優になりたかったね。ちょっとなっておけばよかったかな。そんな簡単に言うなって。お前がなれるわけねえだろ。この裏何か隠してんじゃない。まあまあ一応取ってみるか。キノコが隠してるとかそんなことはなさそうだね。裏にクリボーとかもいるかなと思ったんだけど。これは何。これもワンナップ。え、鍵がないんだけど。一旦下降りてみようか。あー、鍵手に入った。ここは簡単だったね。さあこれで全てのピンクコインが集まりました。やった。ちょっと待って、なんかここどかんない。これ入れる。あ、これは入れないのか。さあこれで本当にゴールができるのか。頼む、ゴールさせて。2周も3周もいらないから。聞いたい。やっぱりこういうパターンか。いや、ちょっと待って、その聞いたいが嘘でやって。中間ポイントトリード、またピードアに入っていけという感じか。いや、こっからゴールできるっていう可能性あるもんな。これバカにしてんだろ絶対。これゴールなわけないじゃん。でも希望を持っていくよ僕は。頼む。あまあなんとなく分かってたよ。こんなゴールっぽいやつもわざわざ作ってくれちゃってさ。じゃあこの扉の先は、あ、ゴールあんじゃん、ゴールあんじゃん。なんだお前。お前らもなんだよ。うわ、絶対これ2周目突入だって。これ左と右どっち。あ、上はいけないのね。じゃあ下の部下入ってきます。こっちは何。3機と同じ場所ってことや。これ2周目なんじゃない。絶対そうだって。まあいや、一番上の土管から行ってみようか。土管じゃない、ドアね。なんでさっきと同じ間違いすんだよ。今度はピーちゃんして行ってみる。こうだ。いや、合ってんじゃない。なんかピーちゃんできなかったけど、左が開いた。はい、どうもこんにちはからの裏にキノコがありましたと。じゃあ右は不正解だったっていうことなんでねえの。右役、右開いてくれたね。2周目なかなか調子がいい。っていうかさ、これもう2周目突入確定だよな。さっきとまだ違うから。皆さん、すみません、右行ったらどうなるかだって見ていいかな。多分これ落ちるんじゃない。落ちないね。じゃあこれでキノコを取っていけ、いけるね。じゃあここもこう、あ、いけるじゃん。え、あー、ここ下ないっていう感じで。でも僕がいけないと思ってるのかよ、ロスキマン。一発マリオメージを舐めるな。いけるわけない。ジャンプして一番右だったら問題ない。そうだろ、さっさ右に行こうか。でこいつを壊して、ここはさっきと一緒なんじゃない。隠しブロックあるよね。魚が出た。どっかのオーケストラ団入ろうかな。こっから先は変わってないんじゃないか。なんかそんな気がしてきたわ。だからピンコイントリーのここでブレーキ上に行きます。あー、そんなに大幅に変わってないっぽいよ。さあここでまたピンコインを集めの戻れっていう感じか。いや、これをまた3回繰り返さなきゃいけないんだろ。で3周目はないでほしいよね。いや、今度左行けるね。え、こっちは何。あ、分かった、これで下に行けっちゅうことか。この下の土管に入ることで罠が変わってるシステムなんだろうね。弟ちゃん、なかなか鬼畜なコースを作ってやしないかい。弟ちゃんいくつだい。5歳とかだったらすごくない。僕の予想12ぐらいだね。さあここのハテナブロックを叩いてみよう。今度は左に何かが出てきたけど、こいつを入っていけるっていうのさ。左はあのピンコイン取らなくていいのかな。まあすげえ気になるけど、一旦上に進んでいこう。下フラワーあるね、取れないか。マリオのさ、このしゃがんでる姿見たらちょっと笑えるんだけど。さあここは降ってくる。サカサカ。おい、ちょっと待って、今右にメットがやられたのが見えたね。だからここでピンコイン取らなくちゃいけない。お、やっぱそうだよね。いや、やられてよかったんじゃない。で、どうすりゃよかったっけ。やって、やっぴゃ、やっぴゃ、さっきと違うことしちゃった。ただ単純にうるさいのよ、お前の実況は。もう少し静かにやろうと思いませんけど。さあここで下に寄って、どうしようこれ、やっぱなんか首絞められてる。でも足すのにして、ここデッキが出てくるの忘れてたよ。これは、いや、雲だよな。で普通に下に降りていい。でこれも鉄球だと思う。ちょいちょいさっきと同じところがあるのがね、助かる。うわ、今度どっち取る。あれ、いや、僕は最初にハテナブロックを叩きますよ。そして鉄球が、あー、
いや、さすがに2周目だからサクサクいけてるで、この調子でやったらすぐに終わると思いますよ。で、さっきと同じ、こっちはパンを叩いてすぐにこっち。ちょっと待って、お前は今すぐ帰ろ。どうする、キノコ取る？まあ取る以外ないもんな、パンを叩いたらダメだったから。下に落ちんだよ。下落ちないんだ。やっぱはははし。で、ブロックを壊して、ここがさっきは面白かった場所内で、今度、いや絶対に当たったらダメだと思う。僕はね、このまま行ってみるよ。いや、まさかにやってるんだよ、本当に。ちょっと、お前降ろせって。ちょっとだけでいいから、そっちに行くな。最近さ、マリオメーカーに関して自分のツボっていうのが分かってきたわ。とんでもなく早い仕掛けかバネ系かのどっちかで自分が爆笑してる自信がある。で、これね、最後らへんは大体同じだと思うんだよな。絶対ここ、いや、なんかちくわブロックが1個下がってない。さっきこんなとこあったっけ。今度ちくわブロック落としておいてみようか。あー、ここに降ってくんだね。ありがとう。じゃあこいつは何だったんだろう。叩いてすぐ右に逃げようか。そんなには引っかからねえよ。さあ、この場面も終わりですよ。と、次に進みます。長え。あと2個もあんのか。2個で終わればいいけど。で、これは、さっきと同じ風に行ってみるじゃん。このブロック叩くしかないもんな。ヒロコ様が出てきて、今度は上か。分かったよ、みんな。怪しいところはさっきと反対のことをすればどんどん進めるんじゃない。だから、それでちょっとやっててみようか。そんな分かるか。怒るよ、そろそろ。それ以上僕を引っ掛けたら怒るよ。下に捕まっておけってこと。ジャンプしてすぐ左に逃げてみようか。これで大丈夫。で、今度はこのハテナブロックどうする。僕が蹴ってみるよ。怪しいもんな。さっきの逆のことをする。絶対引っかかったと思った。じゃあこれで先進めるっちゅうことなんじゃねえの。さあさあ、今度は進んでいきましょうか。左、いや違う、こっちだもんな。で、いや、こっち右だ、左頼む。右でアップで。いいのか、いいのか。キノコは何だったか。バブルが出てきたけど、絶対叩くことは間違ってないと思う。で、一番左の方に逃げておこうか。そしたらキノコが後で出てくるんじゃない。ここで出てきた。で、バブルを一旦見過ごしておく。いや、バブル出てこんねん。じゃあこのまま先に進んでいきましょうっと。で、こいつも鉄球でしょ。いや、早いよ、ここ終わるの。もう鍵取れるんでねえの。一旦これ叩いてみる。絶対何か出てくると思う。そして右上のオープンからブラパンが出てくるから、すぐに右出しな。いや、いらない、いらない、あいついらないもんな。絶対あいついると思ったけど、あいつを取っちゃったらこっちに来れませんよ。じゃあ今度上行ってみる。左下、いや、どうしよう。ここね、鉄球で間違いないと思うんだよな。そして鍵取れますみたいな。ない。ってことは右の鍵が正解だ。そうだな。なんでだよ。この鍵ドアの上、今度は足場ないとか、そんなんなんじゃない。あーら。神よ、なんで君はそう。神よ、笑いを捨ててなかったさ、みんな。よしよしよし。で、これで鍵ドアに入れるっちゅう感じなんでねえの。やったあった一枚、あった一枚。この動画の編集が怖い。今日もめちゃめちゃ長くなってるんでねえの。じゃあハテナブロックを叩いてみようか。閉じ込められたわけではないな。上のコイン取ったら USA キノコが出てきた。だが今回は違う、魚とか出てくるんでねえの。だからすぐこっち。あっちゃー。なんで僕にコースを送ってくる人ってこんなに鬼畜なコースばっかりなんですかね。たまには優しいコースもいいんだよ。僕は鬼畜なコースばっかりやってるとね、配信頻度がどんどん少なくなってしまうよ。さあ、ここは壊していいと思う。そして右、この辺は全然変わってないもんな。右のマスターソード取っていいのか。取った瞬間僕はすぐ左で逃げるぜ。いけー。長いんだよ。今度さ、よく見たら下パックンがいるじゃん。あのパックンを倒せって、どう倒すの。明日に行ったらやられてくれるっていう感じか。で、今度はどうする、これ。さっきはめちゃめちゃ反射神経よくキノコ取れたけど、今度は何なんだ。うん、シンプルでいいね。だがしかし、右下に針があるってことは、この魚の後にアイテムが出る。そうなんだろ。さあ、アイテムを出してくれ。アイテムが、あ、砲台が出てきてますね。うん、この砲台いけないよ。え、ちょっと待って。え、待って、待って、待って。最初からやり直しかと思った。我慢だねえでよかった。うん、今ちょっと噛みそうだった、ごめんね。さあ、ここはさっきと一緒だと思う。絶対にね。僕死んじゃうよ。
プロゴーズに殺されちゃうよ。どれで出てきたんだい。ジャンプしていこうか。でこっからジャンプ。ママ糸かぼこすかやられてるのを見るのは楽しいか。これ頭がおかしい視聴者ともめ。今度はここに何か隠してる？隠してないね。じゃあ破壊ブロック叩いてすぐ下に行こうか。ここで鍵は？鍵今度ないね。おかしいな。なんでだろう。下に行けばいいっていう感じ？右と左どっち行く？右行こうか。あの音符の中に鍵が隠してるとかワンチャンありそうじゃない？これ叩いてみようか。ほらほらよしよし。やっとゴールか。これでゴールなのか。お願いします。もう3周目はないでいいよ。この扉の先ゴールであって聞いたいだろ。うん、それは分かってる。問題はこの先だ。あ、もしかしてさ、この P ドア入るじゃん。でさっきのゴールみたいなやつ作ってたと思うんだけど、これが実はゴールですみたいな。いや、ワンチャンあるよな。どうなんだろう。もいや、ないかないか。何言ってんだろうね。さっきゴールあったよね。だからここは違うとは思う。さあゴールを見せてくれ。僕も邪魔すんだよ。絶対邪魔すんだよ。行けー、やったキッズ。これでもちょっと長かったけど本当にめちゃめちゃ楽しめました。これ弟さんって言ってたけどマジでいくつの方が作ってんだろうなって思いますよ。どうも提供ありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオスターゲイザー。説明文に黒い星だな。これね、どんなコースなんだろうと思って詳しくミルを見てみたんだよね。そしたら大量のブラパが設置してあって、それが流れ星のように流れてくるからスターゲイザーっていうコース面なんじゃないかな。だから多分これ余計ゲーだと思いますよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.42%。 いやみんなさ、天の川とか見たことある？僕一回も見たことないんだよね。7月6日僕の誕生日なんだけど夜空を見上げたことすらない。ちょっとちょっとちょっと、キモすぎや。思った以上に寄ったわ。じゃあこれ一番左で避けてみようか。いやこれ無理じゃね。マジでどこで避ければいいか分かんねえな。ちょっと一回よく見ていい？まず一番左に。ダメだ。少しぐらい見させろ。どこで避ければいいんだ。見させろ。このブラパってさ、当たり判定が大きいから避けるのにマジで苦労すんだよ。でっとこの鼻毛さこの鼻くそ。まったく、このチャンネルはずっと今まで清く正しく下品な言葉なんて使わずやってきたのに、それがなんだよこの鼻の皮。あ、これクリアできたんじゃない。さあさあ、いなくなっておくれ。よっしゃいや、もっと難しいと思ったけど意外と簡単だったね。でもナイスアイディアコース、どうもご視聴ありがとうございました。